どうも皆さんこんにちは、ボンドチャンネルツッチーパフォーマンスです。今回は前回の動画でもお話しさせていただいた通り、これからドイツに行っていきたいと思います。そうです、経費乱用シリーズでございます。嘘です、これあんまり冗談最近通じなくなってるんで、今回ちょっと真面目にドイツに行っていきたいと思います。で、まあ今もういろいろ大変な時期ではあるんで、まあいろいろなご意見あるかとは思うんですけれども、まあ一応その隔離の期間がなくなったりだとか、まあ、入出国もだいぶ手続き楽になってるみたいなんで、ちょっと今回半ば強引な感じもしなくもないんですけど、まあ、ドイツの方に行って現地のリアルな状況、ドイツどんな感じなのかっていうのをお届けしたいと思います。まあ、目的は、前回もお話しさせていただいた通り、ブラバスデイズその他、メーカー周りということで、まあ、いろんなものがお届けできるんじゃないかなと思います。で、前回行かせていただいたのが2年半前ということで、まあ、その時よりかも機材もパワーアップしてますんで、まあ、いろんなものがリアルで、距離感近くお届けできるんじゃないかなと。シリーズで多分何日間かお届けしますんで、ぜひチャンネル登録の方していただいて、ボンドチャンネル見てみてください。それではちょっと行っていきたいと思います。さあ、というわけで今チェックインを済ましたばかりなんですけど、意外や意外というか、まあ、下調べしてあったから意外でもなんでもないんですけど、一応チェックイン自体はまあスムーズに。で、一応今ドイツに行くのは、そう、ワクチン接種証明っていうこのアプリ、こういう厚生労働省が出してるアプリで接種証明が出せるんで、これで3回目が受けてあれば大丈夫みたいです。証明できるみたいで、で、これない場合は、別途紙の接種証明だったりとか、あと陰性証明もしくは回復証明書とか、なんかいろいろあるんですけど、どれか1点でいいみたいです。割と思ってたよりかはスムーズに通過できた感じです。で、空港の中はこんな感じで、もう信じられないぐらい人がいない。まあ、今日平日の火曜日なんですけど、かなり空いてる状況です、はい、大丈夫そうかな、行けそうな感じです。本当に誰もいないね。間違っちゃったんじゃないかっていうぐらい、ちょっと不安になるぐらい人がいない。本当に誰もいない状態でございます。後ろも誰もいない、前も誰もいない。というわけで、日本を朝10時に出発して、15時間無事今フランクフルトに到着いたしました。フランクフルトもこんな感じで超ガラガラです。で、まあ、いつもよりちょっと時間かかったのかな。で、飛行機の中もすっごいガラガラで、で、まあ、入国の手続きもちょっと面倒かなと思ったら、まあ、ガラガラなのと、意外や意外、ワクチン接種とかノーチェックで、入国する感じみたいです。今なんで無事荷物も全部今受け取って、これからレンタカーを借りに行きたいと思います。いやー、なかった。さあ、というわけで今レンタカーを借りて、今回のレンタカーはこの後ろのシックスと、ちょっとこれから取り行っていきたいと思います。今回の我々のお供はこちらです。あ、こっちか。はい、 Q3。 あれ、 Q3 にしたの？ゴルフじゃなかった、とりあえずスーツケースは4個ぐらい楽勝詰めそうだっていうことで、こっち借りてるはずだったんだけどな。なんかかっこいいじゃん、しかもディーゼルだ。とりあえずこれからホテルに移動します。今日はもう今夕方6時なんで、フランクフルト市内にそのまま泊まって、まあ明日からちょっと行動したいと思います。ちょっと空港の駐車場狭かったんで、改めてここの駐車場でレンタカーを見ると、本当にオールシーズンだった。ウィンタータイヤ、オールシーズンとかウィンターだ。ちゃんとあのサットレスみたいなふにゃふにゃのじゃなくて、だからさっき160ぐらい出したけど全然ね、静かだし、そりゃこれ1年中履いてる人もいるよね。そうそう、今回これを頑張ってもらって12日間2000キロ、2500キロぐらい走ってもらう予定です。とりあえずホテル着いて、機内食ぐらいしか食べてないんで、なんか食べて明日に備えたいと思います。今日からドイツ本格的に行動するってことでお届けしたいと思います。今日はここフランクフルトからドイツのハンブルクっていうところまで移動したいと思います。だいたい550キロぐらいあるんですけど、日本でいうとだいたい東京大阪間っていう感じですね。これ大丈夫かなっていう、お昼に予定があるんです。
入ってるんで、それに間に合うように行っていきたいと思います。誰こういう予定入れたの？私です、はい。まあ、日本のその500キロの移動よりかは、まあ、速度レンジ高いんで、まあ、ある程度、ま、間に合うかなっていう予定ではいるんですけど、まあ、ちょっとそんな感じでやっていきたいと思います。で、今回このレンタカーで、Q3 スポーツバッグ借りてますんで、こいつの最高速もちょっと確認したいと思います。完全合法でやっていきたいと思います。じゃあ早速目的地に向けて、何キロ先だこれ、今520キロはい向かいます。で、ちょっと最高速チャレンジの前に、今回カメラマンと2人旅になってます。で、ちょっとカメラマン、まあ、長い期間動画撮って、多分登場することもあると思うんで、ちょっとカメラマンについて僕から紹介しておきたいと思います。で、またこのカメラマンがすげーマイペースまあ簡単に説明すると、超マイペースの超車好きっていう、そんな感じです。まあ本人隣にして、まあ、紹介するのちょっと気恥ずかしいところもあるんですけど、まあ、そのマイペースゆえに、以前ランボルギーニ3台個人所有のお客様のうちに納車するっていう動画で少し登場したら、なんだあいつはとどういうテンションなんだっていう件コメントをいただきまして、もう完全にそれ僕の説明不足だったなと、ちょっと今回反省しまして、まあ、ちょっと今回そのドイツ編で登場することも多いと思うんで、まあ、ちょっとカメラマンについてちょっと紹介させてもらいたいと思います。で、年齢が24になった5です。あ、5かも、25歳、もう超無類の車好きということで、まあ、今回その一緒に同行してるっていうのも、まあ、カメラマンとしてもそうなんですけど、海外留学の経験があって、まあ、カートってあるっけ、カート留学なの、カート留学で一応ヨーロッパとアメリカもカート留学、アメリカとヨーロッパに海外留学していた、カート留学してた経験があって、まあ、ちょっとそのドライビングスキルがかなりあるのと、まあ、あとは英語堪能ということで、前回のドイツ編も一緒に行っております。で、結局カートは F? フォーミュラいくつまで行ったの、4とか、あ、フォーとかフォーミュラルノーまで行ってるという、まあ、ちょっとそのスピードレンジがバグってるんで、まあいろいろそれにまつわる話もあるんですけど、それはちょっとおいおい機会があったら話していきたいなと思います。で、もう一個のそのまあ無類の車好きっていうところは、まあとにかく乗るのも好きだし見るのも好きだし、まあ、あとは個人の車でも以前動画で紹介させてもらってるんですけど、911の彼ら左ハンドルアメリカから持ち帰ってきた、なんとマニュアルを所有してるということで、で、中内装テックアウト自分で張り替えるという、多分かっこいないんじゃないかなっていう、多分テックアウトの本国のお客様でも自分で張り替えるという人はいないと思うんですけど、まあ、今回ちょっとその、まあ、代理店やってる関係と輸入元やってる関係と、まあ、自分でやってみるっていうことで、自分で表皮だけ送ってもらって自力で張り替えるっていう荒技をやってのけたスタッフになります。で、最近、車も増車して、まあ、それは機会があったらね、まあ、ちょっと紹介させていただきたいと思うんですけど、で、結構そのカート留学、車2台所有っていうワードだけ聞くと、なんかすごい裕福な家のっていうイメージ持たれる方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、もちろん僕の田舎の実家の家よりかはるか裕福だと思うんですけど、まあ、そういう感じじゃないんですよね。最近若者車離れとか言われるじゃないですか、全くそういう感じじゃなくて、どっちかっていうと僕40代のなんか感覚とかそのイメージ、なんか今時の若者に全く当てはまらない感じなんですよね。で、もちろんその車2台所有してるんですけど、もうほぼ収入の全てを車につぎ込むという、まあ、僕も周りに結構そういう人いたんですけど、もう収入全部突っ込んで車いじったり買ったりとかっていう、まあ、そういうタイプです、はい。なんで、まあ、そういうのを、まあ、ちょっとどっか頭の片隅に入れていただいて、まあ、今回の動画あドイツ編見ていただけると、まあ、より楽しんでいただけるんじゃないかなと。で、とにかく運転大好きだし、まあ、スピードも出すんで、まあ、ドイツだったらね合法で出せるんで、まあ、ちょっと、まあ、その辺活躍する機会も多いんじゃないかなと。というわけで皆さん、ちょっとカメラマンを一つよろしくお願いいたします。さあ、そしてここからちょっと最高速チャレンジするんですけど、その前に、アウトバーについてちょっと解説したいと思います。まあ、皆さんもご存知の通りだと思うんですけど、まあ、ドイツの無制限の
速度無制限の高速道路ですね。で今ずっとこんな感じでカメラ回してるんですけど、3車線プラス路肩かな、今場所によっては都市部なんかだと5車線ぐらいあったりとか。で結構その無制限無制限っていうんで、もう何キロでも出していいみたいなイメージあるんですけど、あのルールとマナーがすごいよね。まあ、無制限の区間もあるんですけど、まあ、いろいろその工事してるところだったりだとか、まあ、あとは危険なところに関してはもうきっちり速度を落とさないといけない、そしてみんなきっちりそれを守るっていう。結構日本の高速道路だと、前詰まってたりするととんでもない速度で抜いてったりとかっていうのも、まあ、時々見かけると思うんですけど、その速度制限されてるところに関してはもうみんなきっちり守るっていう感じ。そしてもう本当に追い越し車線に今ずっとカメラ回してますけど、遅い車がまずいない。もう本当に追い越し車線出るときは死ぬ気で走れっていう、そういう雰囲気がもう僕ら日本人がこう乗ってもすぐ感じ取れるような。で今ちょうど通勤時間帯の6時ぐらいかな、6時半ぐらいかな、はい、なんでちょっと車多め、ちょっと地方の高速道路ですけど多めなんですけど、もうそのぐらいなんかすごくマナーがしっかりしてる感じがします。でまあ大体流れてる速度レンジ的には130から50ぐらいが、まあ、一般的なのかな。なんか話ちょっと聞いたら保険の関係でなんか140キロ以上出さないとかっていう人も結構、140キロだったら30かなっていう人も多いみたいです。だからなんか無法地帯というよりかは、まあ、ちゃんと本当にみんなが、まあ、空気を読みながらというか乗ってる感じですね。で当然あのとんでもないスピードのもたまにいます。前回もあの G63220ぐらいで追っかけ回したけど離されるっていうハプニングもあったんで、まあ、そういうとんでもないのもたまにいるという。で本当に後ろ気にして走らないと本当にすぐもう秒だよね。あの速度差100キロぐらいはザラなんですぐ後ろに疲れちゃったりとか、あの気がつかなかったりするともう右からまぐられちゃうぐらい、そのぐらいなんかこう本当に神経を尖らせて走らないと追い越し車線走るときはっていう感じです。で一応3本の車線、白い看板だっけ、白に青、白に黒か、白に黒の、まあ、3本の車線、あのデッドバイデイライト の, あのマークみたいなやつ、あそう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 、これです。これが出てる、まあ、最近の車このトラフィックジャムがついてるんで、まあ、スピード出していい区間かどうかっていうのはすぐメーターで分かってありがたいですよ。でこれが出てると、まあ、基本的に無制限なんで、まあ、とんでもないのがいると。そして今これあれかな、速度制限のところにすぐ入るのかな、これ違うか、でも一時20年くらい前に比べて事故が多いから制限があるところが増えて、あ、そうなんだ。じゃあだんだんそういうルールも厳格化されてきてるのかな、はい、で最近なんか YouTube でヨーロッパの富豪が自分のシロンでアウトバーンで420キロだっけな出すっていう動画を上げて、交通管理局だかなんかにすごい怒られるっていうのもあったらしいですけど、だからもう何キロでも一応ルール上は出していいってことになってるんですけど、やっぱりあんまり無謀なのに関してはまあちょっと待ってっていうことになるみたいです。結局その400キロ出したシロンはなんかその朝方、なおかつその交通量が少ないところで、まあなんかその安全を確保してやったんだから大丈夫だろみたいな話になって、結局お咎めなしだったのかな、けど結構なんかあの物議を醸したみたいで、まあそんなこともある、まあ、有名なアウトバーンでございます、はい、というわけでちょっと今道が混んでるんでもうちょっと空いたらね、で今割とこうフランクフルトが近いんで、まあ、交通量も多いんですけど、まあ、もうちょっと地方に行けば交通量も少ないんで、まあ、ちょっとこの Q3 ディーゼルどんなポテンシャルを秘めてるのかちょっとお届けしたいと思います。で今130巡航だけど前が少しでも使えようもんだったらみんなこうどんどんどいてってくれるという。前 A4 アバンとかで、はい、戦う60 A6 か、出て込み出す、そうだね、ほらでもちゃんと戻ってくれるんだよね車線に。ただ巡航速度が相変わらず130とかなんで、じゃあこの A6 が毒かこの前に入ってくれるか、
でもドイツで煽り運転があるのかないのか俺分かんないけど、でもこの感じでなんか譲り合いでちゃんと左車線を飛ばす人っていう認識ができてれば、みんなのイライラも減るんじゃないかなっていう。さあ参りましょう。ただいま170、ピントが100、トラックが Q3 すげえ、全然大丈夫。ただいま182、前回でもう180から伸びないんだっていう感じです。ちょっとあの前回の A4 アップというよりは、あれ2リッターディーゼルだっけ、リミッターっすか、2リッターのディーゼルじゃなかったっけあれ、はい、そうだよね。結論じゃあ A4 アバントディーゼルの方が速い。リミッターで効かないですか。リミッターなの。いやもう全然伸びないね。で速度感はこんな感じ。いやー快適。あでも伸びてる。あ伸びてる。今若干上り坂で185キロぐらい。だこの速度感だとこの500キロがもうちょっと近く感じれるかなっていう。え、ていうか Q3 すげえなマジで。全然超安定してる。やべえの来た、やべえの来た。 RS4 か、やべえ。いや普通ね。あ普通のか。え、普通ので緑あんの？戦いがカメラマン VS ドイツの知らない人の戦いが。もうスリップが、うわもうスリップが効かない、効かない。ゴーゴーゴー。あーえあいつ今ちなみに213キロでぐんぐん離されてるっていう。いやドイツだな。あれ多分200、うわー。いやでもだから追い越し車線出ないんだよねこういうとこも。あいつには無理、あれは勝てねえな。ちょっと、いやちょっとメディアがもうちょっと頑張って、社長があの狂った車借りてもいいよっていう言われるまでちょっと頑張ろうかな。ちなみに今回のレンタカー会社で一番いいやつが BM の M8 でした。あ、そうなんだ。それでも倍以上でしょ。倍以上新車借りて多分10何万。あ、倍だそれ。いやでも例えば旅行で来てそのまあちょっとその乗ってみるとかっていうのはいいかもね。うん、でなかなかだって日本で M8 買ってもさ、その車のポテンシャル確認するところってないわけじゃん。新車で買う人は BMW ミュージアムで納車のプログラムがあるんで。あ、そうなんだ。自分の車をオートマンで1回ぶっ飛ばしてから日本に。あー、なるほどね。確かにもうだって M も RS も AMG もその本領をほぼ 99.9% 発揮しないまんまだからね、日本だと。あー、ええ。っていうかあれあんの日本に A4 のアバントの緑色って。 RS だけだよね。あとなんかいろいろ読み物とか見たら結構ドイツもうなんかそのオーダーメイドプログラムみたいなやっぱりちょっと結構浸透してきてて、普通のグレードでも割とオーダーして頼むことが多いみたいな。日本だとなんかゲレンデがなんか結構ディーラーで世田谷エディションじゃないけどなんかちょっと特殊なのが頼めたりとか、快適に移動できそうです。あ、やべえ、7シリーズ早い。ちょっと待ってパニックです。はい、行きます。今ちょうど休憩も終わったんでこれからシャキシャキ運転ドライバー変わってやっていきたいと思います。危ない、戦ってる。7シリーズ早い。
最高速チャレンジの前にいいですか、ね、さっきあのトイレ行ったんですよ。ドイツトイレ有料なんですよね大体で。ちなみにさっき寄ったところは早い70セントか100円ぐらい、お金払わないとおしっこもさせてもらえないという。ただ結構綺麗だし髪切れてるとかないし、あのシステムって日本も導入した方がいいんじゃないかとかって思った。ただなぜか分かんないけど手洗うところの後ろにバイアグラの自販機が売ってるのはちょっと仕組みが分からない。日本で運転したら事故ると思う。まあそんな余談をさておき、ちょっと今無制限ゾーンに入ったんで、その前にこの車のレビューしていいですか。助手席のおっさんですけど、すげえめちゃくちゃ快適、びっくりした。タイヤオールシーズンなんですけど全然ビクともしない。スタッドレスで飛ばす気にならないけど、横浜タイヤの人も言ってたけど、ドイツほとんどウィンタータイヤもしくはオールシーズン履いててもそういうケースが多いですよ。で、1年中履いてるケースも多いですよ。結構昨日の夜も街の中見たりしたけど、感覚的に半分までいかないけど結構な車がオールシーズンとかウィンター履きっぱなし、6月だからもう履き替えてるはずなのに履いてる車多かったですよ。でこの車もレンタカーで最初からウィンター履いてるんですけど、もう全然乗り心地もそうだし静粛性もそうだし、すっごくいいです。なんか言えば言うことなんかちょっと宣伝ぶち込んでるみたいでやらしいですけど、いやでもこれ冗談抜きですごくいい。だから本当にドイツ人なんかすごく効率的なんだなっていうのをちょっと思います。そしてこの車のレビューに戻ると、乗り心地いいし静かだしトルクあるしということなの。ただこのデザインからなのか何なのか、車幅感覚が全く分かんないです。前も後ろもちょっとなんか感じが全然分からない。ただ運転のしにくさはないです。そしてトルクあるんで今150巡航ぐらいですけど、もう全然日本で言ったら本当に100キロ巡航ぐらいの、このぐらいの手応えで全然運転できちゃう。ただちょっと車高高いせいか、もうちょっと安定したらいいなっては思います。ああ結構しかもあれだね、ロール大きいねこの車。一応これなんで今ハンブルクに向かってるかっていうと、ハンブルクにちょっとメーカーがあるんで、ちょっとそこに行く予定になってます。で今回ちょっとそこでいろいろ見せてくれるってことなんで、まあ、それはそれで多分別の動画じゃないかなお届けしたいと思います。ちなみに、明日か、はい、明日だ明日も450キロぐらい走って別のところに行きます。だからトータル出張中2500キロぐらい走るっていうのは、5秒ぐらいしたけどもうそれ以上伸びない。